まあ、あのゼロに抑えたことはとても良かったと思うんですね、はい、しかしそこから、まあ、良い守備から良い攻撃って言いますけれども、さてジュビロボールでゲームがスタートしました。まずは最高峰伊藤真希人からロングボールです。ただその後つながらず松原スルーパス、さあ中川フラッグはまだ上がってません。中川折り返してレオセアラー、オフサイドです。リレーを行っていたようです。藤田、渡辺、西村打った、こぼれ球、面白いタイミングで足を振りました。水沼、間に入ってきました。藤田、さあ松原折り返し、レオセアラ、後ろから中川だ、うわ先制成功、Fマリノス。松原から逆サイド、中川が待ち構えていました。渡辺から長戸、中川、インスイングのクロス、レオセアラー、パーフェクトクロス、パーフェクトヘッド。いやレオセアラー決めてくれましたね。このインサイドを長戸が取って、アウトサイドを中川で、クロスの精度なんかもドンピシャですし、レオセアラーのこの入るタイミング、ちょっと後ろ下がってて上がってくるよっていうあのタイミングで入ってったんで、スペース空けといて、はい、まあ、見事なこれヘディングシュート、ゴールですね。崩し方ももうバッチリ、もうマリノスらしかったですね。岩田智樹、ファーダーでヘッド、レオセアラ中央で頭に当てました。レオセアラ、鈴木優斗、大津が前を向く、大津シュートだ、セカンドボール、ファビアン・ゴンザレス、松本雅也、ファーへのクロス、ファビアン・ゴンザレス、岩田智樹から松原、試合が終わりました。0対2、敵地で F マリノス3ポイント上乗せ成功。